4月30日の運動塾通信をお送りしています。今日はシリコンバレーはグローバルな革新を依然として支配することができるかというタイトルの2日目ですね。300ほどの都市が1000以上のユニコーンを育成している理由で、2日目です。でこれはですね、今ここに表が出てますけども、ユニコーンの数ですね、トップ12都市で2011年、2016年、2021年で左から順に丸印が濃くなって、で一番トップはシリコンバレー、サンフランシスコ、それから2番目がなんと米人ですね、北京、ロンドン、ベンガルール、それからパリス、ベルリン、シンガポール、テルアビブ、これイスラエルですね、サンパウロ、ソウルで、アムステルダム、ストックホルム、なんと日本がないんですね。結構問題ですね。でこれはですね、さっきを今度は世界地図にばらまいて、ユニコーンの数で丸の大きさを表現してますね。同じですね。それでは中に入っていきますね。サンフランシスコには136のユニコーンがあり、バレー全体では220と世界のどの場所よりも多く存在している。しかしベンガルールが示すように、このような集積はもはやカリフォルニアの一角にとどまるものではない。ユニコーンは445カ国に存在する。1000を超えるユニコーンが世界を駆け巡り、その半数近くがアメリカ国外にいる。アメリカのスタートアップに流入する全資金量の割合は20年前の 84% から半分以下に減少している。資本の拡散は近年の技術の巨大な成長を反映し、多くの船を持ち上げた。しかしそれは投資サイクルの浮き沈みを超えて持ちこたえている。2021年第4四半期と2022年第1四半期にハイテク評価額が下落しても、シリコンバレーとアメリカ以外の企業に流れる資金の割合はそれぞれ 82% と 51% と高い水準を維持している。スタートアップの現場に登場してきた場所のうち、北京、ロンドン、テルアビブのような成熟した場所もあれば、その野心で世界的になっている場所もある。またベンガルール、シンガポール、サンパウロなどはハブとしての地位を確立する前の段階にある。どの企業も幅広い技術的才能を持ち、世界の他の地域と深いつながりを持ち、地元のリスクキャピタルを享受している。これらの拠点はグローバルなイノベーションの地図を描き直し、より分散し多様で競争力のある地図を作り出そうとしている。シリコンバレーは気候が良いという点では共通しているが、多くの集団はシリコンバレーとは異なるようだ。また集団同士も異なっている。より成熟した拠点では人工知能のような複雑な分野で働くディープテック企業や商社よりも主に企業顧客を対象とした高度なソフトウェアを生み出す傾向がある。しかしイスラエルやイギリスの新興企業が国境を越えて活動することが多いのに対し、北京の新興企業はほとんど国内市場にしか目を向けていない。それで今日はですね、サンフランシスコとかバレー全体でもユニコーンが200以上あるわけですね。ですけど実際には45カ国に存在する。さっき図で示したように、それでもやっぱりサンフランシスコが圧倒的に数多いわけですけれども、バンガルールのように新しく進行してきてる。でびっくりしたのは北京がナンバー2です。もう一つびっくりしたのは日本がないということですね。でシリコンバレーとアメリカ以外の企業に流れる資金の割合は 82%、51% それぞれ
あるわけですね。ですから他の地域に資金が流れているということが言えると思いますね。それからやっぱりそれぞれ新興企業は特色があって、まあ、中国みたいに国内市場だけの場合もあれば、イスラエルとかイギリスのようにですね、国境を越えて展開している。それからシリコンバレー以外ではディープテック企業とかですね、企業顧客を対象とした高度なソフトウェアを展開している場合があるということですね。まあ、2日目はとりあえずこういうことですか。